Peggy 3.第2回目、バースデイザビギニング。ゲーム大紹介。今回は、ナーチャー、育成ですね。これをテーマにした、ゲームの内容を紹介していきたいと思います。その一番わかりやすいところで言うと、地形を自由に作れるので、例えばマチュピチュの遺跡だったり、エジプトのピラミッドだったり、そう、エジプトであれば、まあ、周りは全部砂漠になってますし、そうでなければ水のウォーターワールドみたいな世界を作ったりとか、いろんなことができると思います。バースデイズの中のその生命誕生にはすごく基本的なルールっていうのがありまして、それは3つあります。1つが気温、もう1つが地形で、もう1つがその前に何がいたかとか、そういうことですね。最後のもうちょっと説明すると、例えば猿のこう祖先がいたとして、それがその増えたら次の祖先あの進化をしますとか、あるいは絶滅したらそうでないこう環境に適応した生物が生まれますとか、そういうその前提条件みたいな、あのゲームの中にはライブラリーっていうのが、あの進化のツリーみたいなのがあるんですね。道筋っていうんですか、それがあの分かりやすく示されているので、生命のスープっていうのがあって、これは最初に生命を誕生させるのに使って、その後ゲームの中では使わないアイテムですね。でゲームの中で使うことがあるのは進化のためで、なかなかその自分の思い通りに進化をさせることができないときに使って、新しいその進化した生物を生み出すものです。でもう一つ、やはりあの変異のタイプがありまして、これはあの突然変異といって、その本当はすごく暑いところに生きている生き物なのに、急に環境を変えたりとか、急に寒くなることで本当だったら絶滅してしまうんだけど、寒さに対応して別の種類にこう進化をする、変異をする。今回はナーチャー育成をテーマにして内容を紹介させていただきました。次回最終回、セレブレイト、祝福ですね。何が祝福なのかは、見てからのお楽しみということで、また次回もよろしくお願いします。